当時の俺は気を使えないから、うん、ムスッとしてて、なんやったら嫁さつが謝ってくれてた。あら、昨日寝ちゃってごめんねみたいな感じで謝らなくていいですか。俺にそれを言うてきたから、だったらあなたもね、うん、ちょっとその出したものは直してもいいんじゃないですかみたいなことを言ったってことなんです。わかりました、判決を下します、うん、お願いします。死刑。どうも、かしゃくです。どうも、ゆめさくです。どうもです。りおです。つねです。つねみです。よろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、はい、トンボさんの持ち込み企画ということで、ありがとうございます。お願いします。今回の企画は、はい、街行くカップルに仲良しの秘訣を聞いてみた。そうなんですよね、はい、これちょっとトンボさんが気になるというところで、はい、そうなんですよ、うん、まあ皆さんもそうだと思うんですけれども、はいはい、やっぱこれから先もずっとね、うん、夫婦良好な関係を続けていきたいわけじゃないですか。そうよ、みんなそう。そうでしょ、うん、だからまあお三方ね、うん、それぞれね、うん、の仲良しの秘訣っていうのはまあ聞けるじゃないですか、はい、お三方お三方、お二方ね、お二方お二方。どうした？減らしちゃったよ。減らしちゃったよ。それぞれの二夫婦三夫婦。二夫婦三夫婦仲良く仲良しのね。聞けるじゃないですか、仲良しの秘訣は。まあいろんな人のね、うん、あの仲良しの秘訣もちょっと聞いてみたいなと思いまして。すごくいいと思う、うん、ちょっと気にならないですか、うん、まあおのおのあると思うんですよ、それぞれあると、うん、それはまた後で喋りましょう、はいはい、他の方々の夫婦の聞きたない、どう、うん、聞きたい、聞きたいよね、聞いてみたい。りおちゃんどうですか、聞いてみたい、聞いてみたいですよね、うん、常嫁もはい、ねえ、うん、やっぱり一緒やとかさ、共感もあるかもしれへんし、そうそうそう、はたまた新発見、そう、うちもちょっとこれやってみようよとかなるかもしれない、ね、そうそうそう、っていうところでね、はい、トンボが持ってきてくれたんですけど、なんとですね、うん、これも VTR 撮ってきてくれたということで、はい、安武と中野くんとリュウジが、うん、渋谷まで行って、はい、1日かけてロケしてくれたらしい。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうね。でも、うん、これロケしたんですけれども、うん、はい、あの前日カジサックも告知をしてくださった。あ、ちょっとツイッターの方でね、はい、明日の何時にちょっと渋谷でやりますみたいなことをね、はい、うん、そしたらたくさんの視聴者さんが来てくださった。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。本当になんかあの冬やってたんで寒いでしょって、お茶とかなんか差し入れてくださったり。あったかいね、はい、で本当にあったかいのね。ただまあこれは噂というか小耳に挟んだのは、はいはい、安武中野龍二で行ったんですけど、はい、中野くんが一回も活躍できなかったという噂は耳にちょっと届いてるんです。噂ね、そうですね、うん、本当に視聴者さんがあったかかったのと、はい、龍二がめちゃくちゃ頑張ってくれた、うん、あー、さすが龍二が、龍二がうわー声かけたっていうのを俺聞いた、うん、なので、うん、ロケの時間予定よりすごく短く終わったんです。おかげさまで良かったやんか、はい、ただ中野さんは、はいはい、ずっとやってる振りだけしてましたね。何言ってんすか。でコーンポタージュ飲んでたらしい。あの差し入れを片っ端から飲むって。なんでなん。いやでも美味しそうだったんで。まあまあでも寒い中ね、はい、行ってくれて、うん、なんか撮れたみたいで、いろいろと、はい、ちょっとこれ楽しみですよね。楽しみ楽しみ。じゃあ早速見ていきましょうか。はい、はい、というわけで本日もせーのお出しします。さあ、というわけでですね、まあ、この形がちょっと一番見やすいんじゃないかということで、はい、早速 VTR 見ていきたいと思います。はい、お願いします。お付き合いされてどれぐらいですか。4ヶ月半年行ってないぐらいです。お二人の仲良しの秘訣を教えてください。何でも言い合うっていうところは大切にしてるんで、うん、まあ、そこかなとは思ってます、はい、僕は若干今首かしげられてましたけども。でも言いたいことは言った方が後がたまんないからいいかなと思いますね、うん、なるほど。あと遠距離なんで。あ、そうなんですね。ちなみにどちらとどちら。僕が静岡で、はい、彼女が東京です。あ、そうなんです。今日は静岡から。あ、来ました。え、あの彼女のお母さんに初めて会うんですけど、はい、大事な日ですね。そうなんですよね。なるほど。遠距離なんで、はい、まあ、その連絡を頻繁に取るっていうところも、なるほど、大事かなと。それは電話とか。そうですね、電話もそうですし、 LINE とかでも、はい、いろいろ、 そうそう、そういうのも含めていろいろちゃんと言っていくっていうことですね。ありがとうございます。今ちなみにお付き合いされてどれぐらいですか。もう3年になります。3年と9ヶ月くらい。サックですね。確かにサック。ありがとうございます。お二人の仲良しの秘訣
を教えていただけますでしょうか。はい、うん、結構喧嘩はすごい多いんですけど、けど喧嘩してる分毎回その本音ですごいぶつかり合って話しているので、もう日々不満とかは一切なくいるので、不満は日頃ためないっていう。なるほど、彼氏さんも同じですか。はい、そうですね、お互いやっぱ話し合うことを大事にして、お互いそういう不満があったら、その上からじゃなくて下からお願いする感じで、ここは直してほしいなみたいな。喧嘩とかしてるとどうしてもイラッとしたりするじゃないですか、はい、そういう時はどうやってそれをコントロールされてるんですか。私は結構イライラしてると、はい、もう感情そのままガーって出しちゃうタイプなので、うんうんうん、そこはちょっと直していきたいなって。あ、ご自身でも。はい、それ結構バーって言われてる時はどういう感じなんですか。あ、そうですね、自分もそこでイライラしちゃうんですけど、はいはいはい、でもそこで言っちゃうと、うん、自分も口強くなっちゃうんで、うん、やっぱりそこは男側が一歩譲らなきゃなと思って。おー、かっこいいなあ。でもとにかくはっきり言って溜め込まない、はい、ご結婚されてからどれぐらいになりますか。まだ2年目です。あ、お付き合いされてる期間は。やってるのが1年1年で結婚されて2年で全部で3年になります。お二人の仲良しの秘訣を教えてください。子供が寝た後に必ず食卓で今日の一日の出来事を話し合うことです。いわゆる夫婦時間。あ、そうです、そうです。基本的にしない日は、喧嘩してない限りはないです。お付き合いされてどれぐらいですか。この前で2年になりました。2年。お二人の仲良しの秘訣を教えていただけますでしょうか。ある程度何でも許してあげる。どっちかというと自分がもし悪いのかなみたいな、はいはい、自分の方が悪いのかな。すごいなあ。なるほど。神だ。前に神だ。栗作さんが動画でこうおっしゃってたことなんですけど、はい、食器洗いとか、うんうんうん、よくやられてると思うんですけど、うん、その時に必ず栗作さんが毎回ちゃんとありがとうねって、うん、言ってくれるのがすごい嬉しいっていうふうにおっしゃってたので、はい、そういうのを小さなことでも、うん、ちょっとありがとうって感じを伝えるのを意識、うん、嬉しいね、うん、なるほど、はい、いやーいいですね。なんかみんな素敵な人たちやったっすね。いや素敵だった。幸せそう。幸せそうだし、いろいろ出ましたけど、うん、はいはい、これちょっと奥様方に聞いていきましょうか。あ、そうですね、はい、まずじゃあ常嫁、うん、はい、気になるのありましたか。そうです、最近はないんですけど、うん、上の双子のお兄ちゃんの時は、うん、子供が寝た後に一日の出来事を話し合うっていうのは、うん、結構よくやってました。ああ、なるほどね、はい、やっぱりその成長を子供がすることによってやることも増えるから、うん、ついついちょっと寝てしまったりとか、うん、そういうのはうちもそうやんな、うん、そう、もう本当に体力がなくなってて、うん、そうそうそう、そう持たない、そこまで。俺はちょっと前まで言うちゃってたりして。ああ、なんか言ってましたね。そう、なんで寝たんやって言うてしもうてった時期があって、こっから夫婦の時間やないか、ここからやないか、お前なんでやすたけーなんでやすたけーはどこにいるんだ。なんでやすたけーはそこにいるんだよ。いや、ほんまにそんな時期あって、うん、俺、なんやったらひどい時不機嫌になってたもん。もうムスッとしてたもん、次の次の日に起こすってことはしないのよ、さすがに、うん、でも一回寝るわけじゃないですか。一回寝る、ブツブツ言いながら、ね、ほんで起きますよね、朝朝だよ、ブツ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 、朝だよ、ブツブツブツ寝てもまだなお。それぐらい俺は二人の時間を大切にしたい。そうか、まあいつかきゆえなのかもしれないけどでも当時の俺は気を使えないから、うん、ムスッとしてて、なんやったら嫁作が謝ってくれてた。あら、昨日寝ちゃってごめんねみたいな感じで。謝らなくていいですか。なあったよな。で俺もいやええよみたいな。ああええよ。でも日々生活していく上でこれは俺が間違ってるなって。あ、気づけたんだ。そう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 。そっからはもう不機嫌になったりとか、うん、あんまりなくなったよな、そういう意味ではね。うん、でも未だに嫁サックは謝ってくれる。うんうん、ああなるほど。しゃあないしゃあない。いや起こしてくれたらよかったのにって言ってくれる。あ、そうなんですね。ね、全然いいよいいよって言えるようになった。ああいいですね。常はずっと変わらず。変わらずですね、そこは。なるほど。とんりょくさい、そういうのないんすか。
コロッケのお散歩が毎日1時間あるから1時間は最低でもお話ができるよ、ね、うに、ん、そうね、素敵やね、うん、それもね、なるほど、うん、リオちゃん気になるのありました？あの4組目の方 の、うん、あのある程度何でも許してあげるっていう言葉の裏に、うん、あの自分がもしかしたら悪いかもって一回最初に考えるってすごい大事だし、うんうん、あのちょっとね学びたいなと思ったよね。江戸っ子出たね。寿司食ってなかったよ。何かね。あ、なるほど。でもこれは素晴らしい方でしたね。いや、これはなかなかね。これってね、言えてもできないよね、なかなか喧嘩してる時って。いや、難しいですよね。これそれぞれどうで、そんな気持ちになってたりします？何でも許してあげるって僕もちょっとやっぱり自分がちゃんとせなあかんなってちょっとハッとしたところはありますね。これを聞いてね。聞いて、うんうん、難しいもんね。やっぱ喧嘩した時ってお互いヒートアップしてるじゃないですか、うんうん、どうしたリブちゃん。いや、何でも許してあげることを望んでるんじゃないよ。うん、あのいつも何かあった時に私はすぐ謝っちゃうんですよね、うんうん、私は確かにそうだね、ごめんって言っちゃうんですけど、ね、トンボさんは私がこう思ったよって言うと違う、そんなことない。え、イメージないやばいんですマジで。ちょっとちょっと、あれそのイメージあるリオちゃんごめんってすぐ言ってそう。言わないね、絶対4時間は最低かも。イメージじゃない。最終的にはごめんってなるんですよ、うんうんうん、でもごめんにたどり着くまで結構4時間4時間も時間の問題じゃないですよ。確かに意外やんな。結構僕もね、その頑固な一面がありまして。まあ人間やしな。そう。それはね。でもトータル結局謝ってるんでしょ。最終的にはもうほぼ 100% 謝ってますね。だからこの気持ちを持つことによってまた変わる。そうそうそう、そういうことはちょっと思いましたね。ヨミサクどう、うん、俺でもどうよ。俺結構ちょっと頑張ってない、こういう意味では。いや、ほんま？いや、私は結構、うん、こう次の VTR 行くなよ、大事なとこだぞ。トーンが怖い。大事なら、うん、聞こうか。そうね、うん、まあ、私が、まあ、これは絶対ここに置かないでほしいっていう一個お願いしたんです。ありますね。コンロに何か物を置いちゃうので、それをやめてほしいって言ったら、私がやってないことを全部言い始めて、これも俺出しっぱなしだよな、これも片付けてないよなって一個一個言い始めて、その最終的に子供たちに、まず料理する前にあれ溶かしたらいいと思わないって愚痴ったんです、うん、でその時にカンナが、うん、いや初めからそこに置かなきゃいい問題じゃないって言われて、うん、おーってなってたんです。カンナにグッサーさせる。そらそやんな。いや、そうや、ほらもうリアルにあった、うん、お互い直そうよっていうことってない？ああ、お互いの、例えば注意されたこと、うん、今まで俺で言ったらそこに置かないでねって、うん、出したもんは直そうねっていうルールだったとしたら、うん、嫁さんもちょいちょいあんのよ、うん、ね、出しっぱなしみたいな、うん、それお互い直さへんってことで、うん、置きっぱなしってことはちゃんと謝ってんねんで俺。ああ謝ってん、ね、それはごめんごめんって、うん、分かったって、うんうん、その時に、うん、ごめんごめんで多分終わってたら、うん、そうはなってなくって、うん、その違う時に、いやこれちょっと片付けてだったら、うん、ごめんねってなるんだけど。裁判長、あ、はい、梶原君、もうせっかくやからちょっと言うわけ。これさっきあったやんか、うん、こう日頃から溜めないみたいな、うん、俺はどっちかって逆やねん。あー、溜めないじゃない、全部言い過ぎたら喧嘩になるから、うん、やらんでええ喧嘩はせんでええと思うのよ。うん、なるほど、うん、俺はリスペクトが大事だと思うから、はい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 、やってくれてるやん、ここぐらいええやん、うんうん、なるほど。だから俺はある種我慢してたのよ、いいと思ってたの、出しっぱなしも、うん、ああなるほど、嫁作のそういう癖も別にええやんって思ってた、うんうんうん、でも、うん、俺にそれを言うてきたから、だったらあなたもね、うん、ちょっとその出したものは直してもいいんじゃないですかみたいなことを言ったってことなんですよ。わかりました、判決を下します、うん、お願いします。死刑。長々と喋りましたが、死刑。重罪だ。罰を重う。うせや。
っていうか、うん、思ってた動画になってないんですよ。確かに やばいやばい。あれなんか妻のイライラが止まりませんか。仲良し秘訣でみんな仲良く夫婦円満に両方にっていうことで始まった。だから俺は言いたかったのはある程度何でも許してあげるは、うん、俺その出しっぱなしを許してたんや。ああそういうことね、うん、けどでも言っちゃったらダメなんじゃないですか。そうなんですよね、うん、なるほど。それは、うん、すなわちだからすなわち爪が混じってきたから、うん、そういう気づいた部分もあるんですけど、うん、そこはもうその仕返しのようにつつかないというか、うん、ああ確かにね。なんか言われた時に、うん、じゃああれはって私は言わないようにしてたから、うん、それを言われた時にちょっとびっくりしちゃったから、うん、それはやめてほしいなって今この場で言えてすっきりしました。あーやったすっきりしたならよかった。まあまあわかりました、うん、大事にしてることは何ですか。ああなるほど、仲良しの秘訣、うん、まあうちで言うとやっぱノリをなんか共有するみたいなところは。え西川なんでね。ノリをノリをじゃないんですよ。ノリをノリを師匠大事にする。なんで夫婦でノリを師匠共有してるんですか。ノリを師匠はみんなのもの。夫婦で共有するもんじゃないよ。そうそうノリノリ。あ、ノリね。そう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 やな、リオちゃんなんかそういうなんかちょっとした遊びとか、うん、最近流行ってる言葉みたいなね、この夫婦間で。なるほどね。そういうノリをなんかこう合わせるみたいなのは。合わせるね。そうだね、うん、それめっちゃそれは仲良しの秘訣の一個かなと。トンリオ夫妻っぽいよね。うんうんうん。じゃあ2発目、はい、行きましょうか。お二人のご関係は婚約。婚約をいつ婚約されたんですか。婚約は一昨年のクリスマスですね。はい、素敵。1年ぐらいです。で、もうじき結婚。そうですね。今年に。あ、はい、もう決まってるんですか。6月。そうですね、6月にやろうかなと。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみにお付き合いをされてる期間というのはどれぐらいですか。2年とちょっとぐらいですね。2年とちょっとぐらい。はい、早速なんですけど、じゃあお二人に仲良しの秘訣をお伺いしたいんですけど、何かあったりします？まあ、なんか僕結構そのなんですかね、ワックスとかあんまりしないとか、はい、まあ、なんか身なりをそんなに整えないんですけど、うんうんうん、なんかいろいろ整えてくれたりするんですよね。うーん、あとなんか眉毛とかも全然整えないタイプなんで、はいはいはい、なんか常に気になったら抜けるように、はい、セットを持ち歩いて。すごい。彼女のすごいところ、はい、あの全く痛くないんですよ。今抜いてみますか。いいんですか。確かにもうすでに綺麗な眉されてますもんね。抜けますか。あのもしあればで大丈夫ですよね。はい、ないのに無理やり。おい上手に振って上手に振ってないい加減にしてくださいよ。それはちなみになんでそうやろうと思われてるんですか。そう、でもやっぱりかっこよく言ってほしいなっていうのが一番大きくて、なんか前も結構ニキビ肌とかあったんですけど、ダーマペンとかを予約して通わせたらすごい綺麗になったんで。お肌綺麗ですもんね。いや、どうですかね。なんかまあでもか、一緒にいる時に、はい、まあこうちゃんと人に見られた方がいいなとは思うんで、うんうんうん、まあ、そのあたりちょっとサポートしてくれるのはすごい嬉しいです。すいません、よろしくお願いいたします。お二人の関係性は夫婦です。ご夫婦で、はい、結婚されて今どれぐらいですか。まだ1年半ぐらいですか。1年半ぐらい、はい、お付き合いされていったのは3年ぐらい付き合って結婚したんで、うんうん、仲良しの秘訣みたいなものがありましたら教えていただきたいんですけれども、何かありますか。喧嘩したらなるべくその日のうちには仲直りできるように。これ大事。これはね大事。心掛けてます。あとは私は結構寝ちゃうと忘れるタイプなんで、あ、寝ちゃうと結構リセットされてることが。なるほど。多々あります。うん、はい、割と何でも言っちゃう。正確さす。なるほど。
逆に気を使わないみたいな。気を使わないですか。私は逆に、はい、ちっちゃいことはもう飲み込むようにしてます。あ、なるほど。いちいちそれは出さずに、はい、言ったら機嫌が悪くなるのが分かってるんで。でもそこの感覚がきっとうまいバランスになっていて、それが結果仲良くいられる秘訣でもあったりするのかなと今思いましたけれども、はい、ちなみに結婚されてどれぐらいですか今？付き合ってから5年半ぐらいですね。仲良しの秘訣みたいなものがありましたら教えていただきたいんですけれども、はい、まず、まあ、カジサックさんとかもそうだと思うんですけど、はい、感謝をもうその思いついた時にありがとうって思ったタイミングで伝えるっていうことだったりとか、あとは、自分が嫌な気持ちになった時とか、はい、そのこれはやめてほしいって思った時はその都度伝えるっていうことは仲良しの秘訣かなと思ってるんですけど。なるほど、はい、逆にその都度なんか言われた時にでも相手に対しても素直になんか慣れない時もあるじゃないですか。そういう時はどうされてるんですか？私は、はい、我慢してます。その場で言っちゃうとやっぱり喧嘩になっちゃうこともあるんで、ほとぼりが冷めた後に言うか、うん、まあ、あるいはちょっと時間が経ってそんな気にならないったらもう気にならないで、消化しちゃうか。なるほど、ね、お二人は今大学生ということで、付き合ってどれぐらいですか？4ヶ月。そんなお二人にお聞きしたいんですけれども、はい、仲良しの秘訣みたいなものがあったら教えていただきたいんですけれども。秘訣は定期的に会う。あ、自分が神奈川で、はい、こっちは東京で、あ、若干離れている、ちょっと遠い感じでやっぱ連絡取って、うんうんうん、やっぱ会おうみたいな。彼氏さんはそれはなんか、あ、連絡してきてくれてるなっていうのを感じてるってことですか？そうですね、なんか愛が伝わりますね。逆に喧嘩とかはされたりしないんですか？あ、もうめちゃめちゃします。されるんですか？はい。そういう時ってどうやって仲直りするんですか？仲直りする？私そう、謝るよ。はい、お互い謝ります。お互いですか？ね、結構切り替えが早い。あ、素晴らしい。はい、多分それが仲良しの秘訣なのかもしれない。というわけなんですが、つなやめどうですか、気になるのありました？まあ、結構今回うちの夫婦あんまりなくない？あ、当てはまらない。あ、なるほどね。当てはまらないとこが多いですか？そうですかね、うん、V 見てた？VTR 見てました？いや、喧嘩しても気持ちの切り替えが早いとかね、うんうん、俺、あ、常はね、俺は結構切り替え早いんで。あ、常って早いね。はい、僕めちゃくちゃ早いです、うん、それってやっぱり常嫁的にも助かるんですか？いや、ムカつきます。あ、そのパターンもあんの？なるほどね、もうちょい引きずれと。反省してんのかと。はい、な、なるほど。こっちはだからモヤモヤが消化されてないんですよね、全然。でも一人でなんかもうスッキリしてるんで、余計ムカつくんですよ。だからあんなんない？喧嘩はするじゃないですか、はいはいはい、うちはさ、喧嘩した後、抱き合ったりとかさ、もうリセット、もうこれで、もう OK だよねみたいな。それめちゃめちゃいいじゃん。仲直りみたいなこと、みたいな。あ、これはな、大事やと思ってて、うん、どう？あ、やろうよやろうよ。え、それはお互いちゃんと消化された上で。そうですね、結構話し合ってからやんな、ちゃんと納得して、じゃあもう仲直りしようと。俺が結構、もう昔と違って今俺が仲直りしたい人なのよ。ああ、なるほどね。だから仲直りするにはこんな話し合いになるよねみたいな話し合って納得してくれた結果牛ですよ。でも最後そういうなんかこう、なんて言うんでしょう、こうスイッチみたいのが一個あるのはいいですね、うん、そうだ、俺これは子供たちも一緒なんですよ、子供たちに怒った時も最後は絶対にハイタッチで終わるっていうのはもう理想です。それ決めてくのはいいかもしれない。トンリオ不在はないんですか、そういうのは？そういうのはないよね。ないけど、多分トンボさんはいつもしようとしてくるじゃん。ああ、まあね、ちゃんごめんねって言って、ギュッてしようとして、いや、するわけねえだろって言って、って言うまでがカムセットです。なるほど。確かに確かに、素敵。それもちょっとミニコントみたいな。ミニコント、そうです、最終的にちょっと笑い合えれば、まあ仲直りできるかなみたいな。それもいいですね、面白い面白い。なるほど、リオちゃん何かありました？
気持ちの切り替えが早いっていうのが、うんうん、多分私たち早い早いと、うん、あんま引きずらないので、うんうん、多分1日の中でまあ気になることは全部解決してこれたのかなって思う、うん、なるほど、素敵、うんうん、そこは共感できる部分、うんうん、共感できます、共感できます、うんうん、ヨミさんどうですか。そう、私も寝たら結構すっきりするから、うん、だからさっきそのさ、アギューで終わりって言ってたけど、うん、まあ私の中でちょっと残ってても、うん、寝たら忘れるから。なるほどね、うん、結構もうあのそこで私はリセットされるかも。なるほど、うんうん、じゃあ明確に言うとギュッてして、忘れてたのは俺だけそこのスイッチがさ、まさかのカミングアウト。俺はあそこで2人でリセットできてるつもりやったけど、あなたはまだモヤモヤしてたってこと。俺だったら激しく抱きつけにスイッチをギューッて、俺だギューッ、まだかもう一丁いくかい硬かったのかも、スイッチが私は結構寝るのがスイッチかもしれない、まあ、まあでもそれぞれあるのはいいですよね、うん、そういうヒーリング1個話があって、ここね6組目の方がね、はいはい、喧嘩をしたらその日のうちに仲直りする、うん、これずっとうちも実は大事にしてたんですよ、うんうんうん、ね、もう長年大事にしてて、うん、もう喧嘩したら子供寝静まった後に話し合って、それ何時間になってもその日に終わらそう、うん、でギューで終わっててんけど、うん、ちょっとまたその考え方変わってきてな、うん、じゃあやっぱ喧嘩にも大中小ってあるじゃないですか、はいはいはい、で俺でかければでかいほど、うん、もう無理してこれせんでええんちゃうかってことになったな2人で、うんうん、ああなるほど、そうそうそう、変に頑張って無理やりお互いが納得いかんままもううーってなるよりも、うん、もう一回時間を置くパターンを作った、うんうん、え、そういう場合はどっちかが言い出すんですか、もう今日はもう話し合いももうちょっとやめとこうかみたいな、うん、そう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 、ああなるほどね、一回時間空けようかって、うんうんうん、そしたら時間が解決することもあるかも、まあ確かに確かに、うん、のにも変わってきた、うん、まあでもそれも確かに一理ありますね、うん、これはひょっとしたら結婚生活が長いからかもしれない、うん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 、そういう話はしない。そうですね、どうだろう、常って何覚えてるいやなんか基本的にもう僕が多分ずっと怒られてるパターンが多いのであ、そうかそうか、喧嘩っていうよりも、うん、まあ怒られてるっていう感覚なんですよね、僕の中では。なるほどね、はい、そうかそうか、うん、でも、うん、私一個思ったのはこの身なりを整えてくれるのが嬉しいって言ってたじゃない、うん、はい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 、私それすごいあの整えてほしいなって実はずっと思ってて、俺は嫁サックだけに好かれてたらええねんみたいな感じだったから、うんうんうん、俺ねそのファッションとかいいモテたいわけじゃないからみたいなことですか、うん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 、でもそのこの旦那さんがあのそうじゃなくて、うんうん、あのなんて言うんだろう、一緒にいるからよく見られたいって思ってるっていうのがすごい素敵だなと思って。確かに、うん、俺ちょっと変わったよ。俺そうだから最近すごい変わってきて、ね、ああそうか、そう俺洋服買うようになったのよ。そうやっとやっとね、そのデートする機会にやっぱりいい服着たいなと思って、うん、なあ変わったな、うん、そういう意味では、うん、そう、うん、だからこう今度は化粧水とかさ美容の方にもこう引っ張っていこうかなって思った。いいよ絶対に。なんかちょっと誰が言うてんのでもと思って実はそうやもんな、うん、そう、うん、一緒につけようとか言ってくれたらできるかも、うん、あああの、カモーンとか言ってくれる。あ、呼んでほしいんだね。そうそう、カモーンカモーンって言ってくれる、うん、そんなノリを出さないといけないんですか、うん、だから、最初ちょっと楽しいやん、カモーンカモーン言って美容液なるほど、そんなんとかやったらできるかもしれんな。カモーンって言ったらいいの。カモーン言ってくれたら俺常家の仲良しの秘訣聞きたい、子供たちを巻き込んで、うん、あのはしゃぐっていうのは結構するんですよ。ああなるほどね、なるほど、はい、最近子供たちも小学生大きくなってきて、うん、小学校から帰ってくるじゃないですか、うん、で結構まあ汗もかいて、うん、で帰ってきたら靴下脱ぐんですよ子供たち、うんうんうん、もう足めっちゃ臭いんですよ。ああ子供たちはねやっぱいっぱい走ったりするから、うん、でまず常嫁がはいとりあえずパパに匂わせてって言う。ああいいじゃん、いいですね。で僕ガーッ臭いみたいな、うん、の流れで、うん、じゃあ次ママ行ってみたいな。ええやん。で常嫁も匂ってキャーッ。ええやん。ちゃんと匂う、はい、ちゃんと匂って最高やん。俺もそれしたいわ。したいわそれ。絶対してくれ。靴下 NG、 靴下 NG。 じゃあうちで言うとだから僕の頭皮の匂いとかリオちゃん書いてクセーとかってやってました今日もですよ、今日も頭をリオちゃんに
ポンって叩かれて、その叩いた手をリオちゃんによってクセー最高やん、やろうぜ。素敵ですね、はい、わかりました、はい、じゃあラストの VTR、うん、行きましょう。ちなみに、お付き合いって今どれぐらいですか？4年半。4年半、はい、仲良しの秘訣みたいなものがあったら教えていただきたいんですけれども、はい、あんまり、はい、なんか束縛しすぎないとか、うんうん、あんまお互いプライベートもあるんで、うん、干渉し合わないしすぎないことです今ちなみに、はい、一緒には住んでらっしゃらないですか？住んでないんです。別々でお互い実家暮らしっていう時に、はい、相手が今何してるかなって気になっちゃうこともあるじゃないですか。ありますね、はい、でもそういう時にあまり干渉しないということですか？あんましょっちゅうはそう、うん、何してんのとかはあんま言わないかもしれない。お互いにその例えばお友達とかの予定があったらそっちを全然優先というか。そうですね、はい、そっち先に入っちゃったらそっちいいよみたいな、うん、なるほど。それお互いそこはお互いそうです、うん、それ以外とかなかったりします？それ以外、はい、友達みたいな感じというか喋ってても楽しいし落ち着く感じがありますね、はい、でも距離感ですよね。うん、距離感を大事にする、うん、ちなみに結婚されてどれぐらいですか今？結婚して2年ちょっと2年目に突入、うん、ぐらいの、はい、です。はい、お付き合いされていた期間っていうのは全部で4年ちょっと、全部で4年ちょっとぐらい、はい、お二人が仲良くいられる仲良しの秘訣みたいなものがあれば教えていただきたいんですけれども。お互い常にバカにし合ってるっていうか友達みたいな感じではずっと います、ね、夫婦っていう感じではないです、それはあのなんかいじるみたいな、あ、いじるか、お互いにお互いいじる、喧嘩とかってされることないんですか？喧嘩するけど、でもなんか、うん、その日のうちに解決はします。そのなんか喧嘩してしまった時にどうやって解決するみたいな。ああ、でもどうなんだろう。あの時はごめんねって後から。後から。若い。じゃあこうやって解決しようとか、うん、は意識はされてない。全然決めてないよね。約束とかも全然ないですし。あ、逆にそういう決め事とか約束とか全くない？全くないです。なんかよく洗い物とか決めるじゃないですか、はいはいはい、全然何も決めてない。そのゴミ捨てがどうとか。あ、もう全然決めないです。何にも決めてない。ちなみにそういうのどっちがやるのはどういう風になるんですか？自然にですか？自然に。あ、そろそろかな、うん、そろそろかなみたいな。気づいた方が初めて、はい、で一緒になってやって、じゃあお願いねとか、じゃあお願いねみたいな感じ。ちなみに今お付き合いされてどれぐらいですか？2年半ぐらい、はい、仲良しでいる秘訣みたいなものがあればお伺いしたいんですけれども。あ、まあ、喧嘩は結構するので。あ、まあ基本的に僕が謝ります。嘘だよ。まあでも僕が悪いことが多いんで。でももう仲良しなのか伝わってきましたけど、ね、今の時点で、うん、一緒に住んでるんで、はい、一緒の空間に行って喧嘩になったらどっちかが違う部屋行って、うん、一回落ち着いてみたいな、はい、でもそうやって同じ部屋になってちゃんと一回距離を置いて冷静になる時間を作る。そうですね、っていうことですね、はい。他にも何かあったりしますか？こういうことが。結構スキンシップが多いかな。スキンシップ、うん、普通にソファーに座ったりとかしてると、うん、まあ、こういう、はいはい、ったりするのはありますけど、近い距離感でいて、そうです、スキンシップもちょっとしっかり。そうですね、はい、なるほど、素敵ですねそれは。そうですね、はい。よろしくお願いいたします。お二人のご関係はご夫婦、はい、ということで、はい、ちなみに結婚されてどれぐらいですか？5年ぐらい。5年ぐらい、はい、お付き合いされてる期間を入れると7年ぐらい、はい、ということなんですけれども、はい、そのお二人にお伺いしたいんですけれども、仲良しの秘訣みたいなものがあったらちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、うん、
喧嘩したら、はい、その日のうちにどっちかが謝る、はい、うん、もう早く終わらせて次に持ち越さないみたいな、まずごめんって言って、とりあえずこの空気にしてごめんって言って、その後ちょっと詰めるみたいな感じです。なるほど、うん、絶対こっちが悪いって思ってても、はい、まあ、この空気にしてごめんっていうのは思うので、それは言います。素敵。他にも何かあったりしますか？相手の好きなこととかものとか、はい、趣味とかは好きになるっていうか興味を持って、うん、一緒に なんていうかこうやったり行ったりするうちに、うん、自分も好きになっていくっていうことで、奥さんの趣味が、趣味っていうかね、ディズニーがすごい好きで、はいはいはい、で僕結婚するまでディズニーってほとんど行ったことなかったんですけども、付き合い出してからもう年4回とか5回とか、うーん、で今日も明日またディズニーって行くので、あ、そうなんですね。そうなんです、今日泊まりで。いやー素晴らしい、素晴らしい、いろいろありましたけども。そうですね、つむやみどうですか、ありました、なんか気になるのは。友達みたいな感じの関係は、うん、うちの夫婦は結構ずっとそんな感じがするなと思ってて、うんうんうん、でも喧嘩をしたら距離を置いて落ち着くっていうのも気になるんですけど、はいはいはい、うちもよく結構一回離れるわみたいな感じで離れるんですけど、それは常からですか？はい、あ、常から、うん、まあまあまあ、でも、もうそろそろいいかなと思って見に行ったら寝てたりとかするんですよ。なんか眠かったのかな。なんか喧嘩してたら眠くならないですか？多分ここと意見が合うと思います。なりますよね。なりますよね。結構うちもありですか？そうですか。うん、ある。そう。俺と常嫁は待ってんのよ。何がですか？その要は、まあ、仲直りしたいよねって、はい、うん、思ってますもんね、言うても、はい、うんうん、で、まあ、さっきの話じゃないけど、はい、もうちょっと時間空けようや、はいはい、時間空けよう、時間空けようやってなってたら全然寝てもいいと思う、はいはい、うん、ちょっと一旦みたいなね、はい、うんうんうん、っていうのは考えてもらえないですか？待ってんすよ、結構待ってるんですか？一旦って言っちゃってるからな、爪が行っても、でも、うん、結局その解決につながんないというか。いや、時間を置いて、はい、例えば常が悪かったんやったら、はい、改めてごめんとか、はい、それでも納得いかなかったんやったら、はい、時間空けて、やっぱり俺はああやって思うねんけどっていう話し合いがしたいやん。なるほど。以後気をつけます。でもうちは、もう、はい、俺は OK にしてる、そこは、うんうん、あ、もうそういう人っていう、うんうんうん、寝て忘れるタイプの人だから、ひょっとしたら寝たいと思ってるのかもしれないし、はい、寝たいと思ってることはないんだけど、うん、そう、やっぱりこう日々のいろいろとか次の日のことがあったりして、うんうん、あ、いや話し合いしないと、あね、結構その頃俺の部屋ではじーっと携帯ずっと待ってんの、連絡まだかなまだかなまだかなってするんですけどもね。そう、実際とチュンチュンって言ってる、チュンチュンって言ってたりするけどもな。なるほど、ね、うん、りょうちゃんどうですか？約束事や決め事はしないっていうのは私たちもあんましてないよね。うん、そうだね、ルールみたいなのはしてない。そうですね、うん、それをあえて、そうですね、うん、そうですね、ルール決めるとそのやってないじゃんっていうことになっちゃったりするから、もう気づいた時に気づいた方がやればいいよねっていう、うんうん、なるほどね、してます、うん、確かに、うん、俺らはそれで言うと、うん、言い方とかのルールは決めてるかも、うん、ああ言い方、うん、こういう人が嫌な気持ちになるような言い方はやめようねみたいな、ああなるほど、これはもうルールにしようよみたいな、うんうんうん、お互いあったりするから、うんうんうん、今の言い方やめてとか、あ、なるほどね、それ結構気にしてるよね、うんうんうん、なるほどなるほど、うん、っていう感じですかね、うん、山下君どうですか？でもこの12組目の方 の、うんうん、その相手が好きなことに興味を持つは、うんうん、私も結構こう心がけてるというか、あ、実際言葉として言ってくれたこともあって、うんうん、もうちょっとお互いのやつに興味持たないみたいな、うん、それで映画を2人で見るようになったりとか、うん、なるほどなるほど、そう、やっぱりその、まあ、ゴルフとか野球が好きで、うん、もう巨人軍のキャンプをずっと見てて、何が面白いんだろうと思いながらも、うん、
思いながらもあすごいいい音してるあここが好きなんだとか あれ嬉しいもん前のめりでね、うん、でもそれを見てる梶作を見るのが結構好きだったりするのでそれ素敵っすねそうなんか自分の好きなことをしてるところを見るのって結構いいなと思ってうんそれが本当反省なんだよ俺は、うん、あ反省もっともっとやらないなと思うねんどうしてもやっぱり家帰ると部屋で仕事しちゃうから、うんうんうん、嫁作的にはもう分かってんねん、うん、部屋から出てきてほしいのよなるほどで自分の好きなことをリビングでやってそれを見たいみたいなそういうことか、うん、そうここでやっぱり世界が遮断されちゃうから、うん、そう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 部屋に困っちゃったってなると、うん、私はちょっと嫌だなと思ったからそうだから最近よく誘ってくれて、うん、映画見ようよって言って、うん、映画時間で作って、はい、ああいいですね、最近ここに来てイカゲームデビューしましたここに来てまあでもまだ遅くない、うん、まだ遅くない、まだ遅くないよところでやったりとかね、うん、確かに大事だよねはいじゃあ我々の、はい、そうですねカジサック、ヨネサックの、うん俺はね、もう一言、うん、リスペクトだと思う。ああ、うん、まあよく言うおっしゃってますもんね。これは本当にそうだと思う。それは夫婦もそうだし、うん、それは子供、子育ても俺はそうだと思うし、うん、全て仕事もそうかもしれない、うん、特に夫婦は一番って言ってくれば俺リスペクトが大事じゃないかな。リスペクト、互いにリスペクト。そう、うん、相手のことを思った時に、うん、あの腹立ったことも許せるだろうし、うん、っていうところは俺はあるんじゃないかな。なるほど。俺は本当にすごいと思うから、やっぱ5人の子供をね、いやそうっすよね。僕はやっぱり仕事してますから、なかなか子育てをね、できてないですから、そこをやってるっていう部分で、そのリスペクトがあったから俺やっぱりキッチンリセットもやるようになったから。なるほど。うん。一番俺リスペクトちゃうかな。時に、うん、スキンシップ。あー、うん、そういうことかこれは俺はもうあのしてる、うんうんうん、しょっちゅうそれは嫁作からもね、うん、あんまり言われたら嫌かもしれないけどしてくれるし、うんうん、っていうのもすごい大事大事大事って思うね、うんうんうん、そうだね、うん、確かにこう通りすがりに、うん、っていうのはあるねそう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 、うん、かわいいんだよ、うん、通りすがりの全部言いたいわ通りすがりのスキンシップ通りすがりのスキンシップグッズかわいいねえいいねんな一個だけ言っていいか、うん、指一本だけ握ってきたりするいいだろうどういうどういう、どういうこと、それ以上言ったら怒られるないいいいすれ違い気味にちょっとこうとかやってくれたりするめっちゃいいじゃ ん, い, い, じゃんいいのよそういうの言うたらええねんそうだねうちのスキンシップ館長ですよあそれで言うとうちも館長3分の2館長まあ僕はやられる一方だ、ね、僕もやられる一方そりゃそうだそりゃそうだ確かにそりゃそうだでもそれはそれでさ、うん、素敵やん、うん、なんか楽しいですよねスキンシップの靴下の延長じゃないからうち絶対ないもんそれ干潮されることされることないが干潮したいって思う干潮したいは思わないでも過去に言ったことあるけども俺が洗い物してる時とかにちょっとびっくりさしてケタケタ笑ったりはしてああそうかそうかそういうのあとあの起こす時にハルちゃんを連れてって寝てるとこにうわっと起こすそうやったうわってなるけどかわいいんやないかはるちゃんで俺を起こすこと多いわあーそうなんですねはるちゃんが UFO キャッチャーみたいにこうやってなってかわいいガシッとかわいいかわいいかわいいとかあったりするなうんやるねあれ嫁さん言ったっけ秘訣言ったっけあー秘訣うんうん嫁さんが思う秘訣、うんうん、思う秘訣そうだね、うん、なんかやっぱりまあちっちゃいことはあんまり気にしないようにする、うん、若ちこ若ちこで若ちこ若ちこで若ちこで、うん、でやっぱりあのやっありがとうっていう気持ちを大事にするし、ね、やっぱり口に出す口に出す大事で、うん、やっぱりこう結構女性ってこう察してほしいみたいなのがこう多くて、うん、私もそうあ今察してほしいと思ってるけど言わないとそれは分かんないよなって思うから、うん、やっぱりこう言わないといけないとこはちゃんと言うようにするとか、うん、そうだね、うん大事だね、うん、そう、うん、大事かなっていう感じかな、うん、はい、なんかこれを見てるねご夫婦だったりカップルの方々がね、うん、なんか少しでもプラスになればそうですね、はい、とはいえやっぱり夫婦には形カップルには形がありますから、うん、合う合わないってあるから確かに確かになんかいいところだけ盗んでほしいなと思ったりしますんで、うんうんうん、いきなりだから寿司によってやろうあかんやろそれねちゃんと確認してからですね、うん、そらそう引かれるからあったりしますけども何よりも今回 VTR にね協力してくださった方々本当に、はい、本当にありがとうございましたありがとうございました
最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。